岩崎家、岩崎家は、三菱財閥の創業者一族。創始者、岩崎八太郎とその弟で二代目当主の岩崎、矢之助の二家系からなる。岩崎家は、俗に、三井、住友と共に三大財閥家系であるが、三井、住友が三百年以上の歴史を持つ、御用商人なのに対して、三菱は、岩崎八太郎が、幕末、明治の動乱期に聖称として、 一代で巨万の利益を得、その後に繋がる礎を築いたという違いがある。八太郎は、天保五年、土佐国、現、高知県秋市の地下浪人、半能藩士、岩崎矢次郎とその妻、三輪の長男として生まれた。地下浪人とは、豪氏の株を売って言いついた、浪人のことである。早々不夜自衛門の代に、豪氏の株を売ったと言われている。 八太郎が生まれた時代には、相次ぐ基金と一揆の影響を受け没落していた。岩崎家は海、武田家の当主、武田信光の伊豆尾岩崎信高、武田七郎が、海の国山梨東軍、東八代軍岩崎、現、山梨県甲州市勝沼町を本拠に、岩崎市を称したことから始まるというが、実際は、四国の土豪である山木族の流れをくむくめないし、 三好と犬井の同流だったとする説がある。岩崎家が土佐に移った時期は不詳だが、当地では、秋市、長祖壁市、ついで山内市に仕えた。八太郎の上には姉、初、下には妹、先、弟、矢之助がいる。本名は秉、後に、勘というが、一生を通称の八太郎で通した。母三和の実家が、医師の家だったことから、 幼少の頃から学問的環境に恵まれ、土佐藩随一の学者、吉田東洋の地具を得、その門下生である後藤昌次郎らとの交際を経て、坂本龍馬率いる海援隊での経理を担当し、出世の糸口となった。三菱グループのシンボル、スリーダイヤは、岩崎家の家門である三階美氏をばらした三つの菱形を土佐藩主山内氏の家門。 丸にと探しはの白羊と置き換えたものである。三菱財閥の本社たる三菱社、三菱合資会社、三菱本社の社長の地位は、ヤタロウヤノスケヒサヤコヤタと、兄弟家の長子系男子が交互についていた、ヒサヤの長男、ヒコヤタも、一旦はコヤタに代わる三菱本社社長就任が内定していた。このように、ヤタロウ、ヤノスケの兄弟家系で世襲し、 同族で発展したことから、独裁政治と言われる。ちなみに、三井は、番頭政治、住友は、法治主義と言われている。岩崎家の同族主義が強かった、三菱財閥に対し、有能な人材を多く配したことから、三井財閥は、人の三井、住友課長、住友吉左衛門を、財閥の象徴として、総理事を筆頭に、参加企業社長が実務を取り行った。 住友財閥は結束の住友と言われている。これに対して岩崎良家投主が常に実験社長としてリーダーシップを維持し、本社役員や参加企業社長がその下に結集し、一丸となってことに当たるという特徴から三菱財閥は組織の三菱と言われている。八太郎は非税不尽、甲芝現場の次女との間に長女、春児、長男、久屋、次女、 磯寺の一男二女を儲け、さらに、郷純蔵、実業家、郷星之助の父の四男、小作を養子とした。小作は、岩崎家の養子となると同時に、豊か渡ると改名し、後に分家した。豊か渡るの姉、幸子は二代目、川崎八重門に嫁いでおり、豪華を通じて、三菱財閥と東京川崎財閥は、隕石関係となった。豊か渡るの妻、 武子は、旧大和国軍産藩主、柳沢安信の三女で、豊か渡る、武子夫妻の長女は長く、昭和天皇の自重長を務め、エッセイストとしても知られる、入江エア藤原北家の主流御コ左家の流れを組むこうため盛り、死の三男に嫁いだ。入江の姉は、高木忠氏と死者区に嫁いだが、その次女、ユリコが、三笠宮高人親王と結婚して、 三笠宮妃となったので、岩崎家は、入江家、高木家を通じて、皇室とつながった。郷純蔵のいぼ妹の息子に、帯広市議会議長を務めた中島武一がいるが、武一の孫娘が、シンガーソングライターの中島みゆきなので、みゆきは、岩崎豊渡の重帝の孫ということになる。春次は後に、内閣総理大臣となる。 加藤孔明に突議二男一女を設けた。長女は岡部長影に突議、長男は創生、次男、幸太郎は、東名火災会場保険、現、日清火災会場保険の取締役を務めた。磯子は後に、京都府知事となる、木内十四郎に突議三男二女を設けた。そのうち次男は、経済評論家の木内信種である。また、次女の夫は、 渋沢栄一の孫で、第一銀行副頭取、日本銀行総裁、大倉大臣を任し、民族学者でもあった、渋沢慶三である。直木内十四郎、磯次夫妻の長男、両種とその長男、すなわち、十四郎の孫で、岩崎八太郎の彦にあたる秋種は共に、外交官で、元衆議院議員、木内高種は、秋種の次男で、岩崎八太郎の矢者子にあたる。 この他にヤタロウは6人の目かけとの間に6人、8人が石9人という、説もあるの子供を設けている。諸子のうち、ヤタロウの4女に当たる雅子は、外務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長を歴任した、シデ喜重、基礎、外交方針は、欧米も評価。米タイム表紙を飾る、初の日本政治家と結婚した。喜重郎の兄は、 東洋史学者の茂原博ろで、博ろの孫が天体力学者で、文化功労者の小西義秀、群馬県立群馬天文台名誉大、東京大学、国立天文台、総合研究大学院大学名誉教授である。また、木重郎、雅子夫妻の次男は、野村財閥の野村元五郎、初代、野村徳七の子、二代、徳七の弟。 財閥解体時の野村号名会社代表社員の娘と結婚した。同じく諸子でヤタロウの三男にあたるコ渡は、慶應義塾医学所の初代校長を務めた医師、松山宗安の四女、都市と結婚した。地球科学者で、熊本大学の教授を務めた岩崎康氏恵は、コ渡る都市夫妻の着村で、ヤタロウの彦にあたる。また、大英と同じく地球科学者で、 京都大学名誉教授の鎮勢清高は、大英の妹をめとっており、鎮勢は、高渡るの孫娘、すなわち、八太郎の彦と結婚したと言える。なお高渡る、都市夫妻の三女、若子は、市川家より、現、市川の専務を務めた、杉本はじめに突ぎ、四女、鈴子は、日本電子計算の社長を務めた、勝田正幸に突いだ。文学作家の勝田は、 勝田正幸、鈴子夫妻の長女であり、甲渡るの孫娘すなわち、八太郎の彦に当たる。八太郎の長男で、三菱財閥三代目総帥となった、岩崎久也は、安子夫人、旧和佐国家の藩主、星品正駅の長女との間に、長男、彦屋田、元三菱自所取締役、次男、高谷、元三菱政史会長、三男、孔也。 元東京会場火災保健常務、長女、ミキ、エリザベス・サンデースホームの創立者ら三男三女を設けた。なお、高谷の長女と三女は、船舶工学者、元ら製造と、三菱商事の社長を務めた、牧原実、元経団連副会長、ダボス会議共同議長にそれぞれ嫁いでおり、高野の妻は、海軍中将、清川純一の長女である。また、長女、 沢田美紀の夫は、元国連大使の沢田連さんで、その次男、沢田久雄は、歌手の安田翔子の夫、すなわちゆきさおりの義兄となる。久屋の次女、住子は、関老次女長の弟、片棒に、久屋の三女、綾子は、福沢ゆ吉の孫、賢治に嫁いでいるが、関老次女長と、星名正明、聖役の三男で、岩崎久屋の義弟は、共に、 北白川宮義久親王の王女結婚しているため、岩崎家は、感度寺家及び、星名家を通じて、旧皇族の北白河の宮家と二重の隕石関係にあると言える。また、福沢賢治、綾子夫妻の長男、祐吉は、三部羽根ウェル、現、アズビルの社長、長を歴任した、山口敏彦の長女と結婚しているが、山口の妻の甥すなわち、祐吉の妻のいとこに、 作家の藤島康介がいる。三菱財閥五代目総帥の岩崎彦屋は、佐竹あずや、旧では国秋田藩主佐竹氏の分家当主、佐竹義順男爵の次女にあたる美佐子夫人との間に、財閥解体がなければ、三菱財閥七代代目総帥となるべき、長男官寧来一男三条を設けた。藩屋は、元三菱銀行取締役で、 2008年7月23日に78歳で、没するまで、小祝いの王国の親会社、東山農人の社長を務めていた。建築家の国広常時、国広常時武彦は、彦屋田の長女の長男であり、彦屋田の孫にあたる。また彦、屋田の三女は、元白報道取締役の高島高行に嫁いだが、高島家は三菱鉛筆、企業自体は、 三菱グループとは一切の資本、人的関係がないと縁の深い一族である近藤や、口述する近藤を連平の一族とは、無関係や数原家とながっている。このことについて別に一説を立てて口述。キリンビール執行役員の高島義彦は、高幸の長男で、彦、八たの孫にあたる。なお高島高幸の父方の祖父は、心理学者の高島平三郎である。 なお、ミサコの兄、佐竹義都氏は、三菱重工業を経て、東洋製作所、三菱重工業と日礼の合弁で設立。後に、三菱重工業の完全子会社となる、社長に就いたが、義都氏の妻、厚氏は、天文学者、平山真の三女である。平山家は、坪井屋、学者一族、正田や、日清製粉グループのオーナー一族、川上屋、 元東京電気保全社長家と隕石関係にあり、岩崎や佐竹や平山家は、坪池を通じて、三作や、日本最大の学者一族と、川上家を通じて、中曽根や、政治家一族と、正田家を通じて、皇室と繋がっていると言える。また、前述のように、岩崎家は、入江家及び、高木家を通じて、現皇族の三笠宮家と隕石関係にある上、 関路寺家及び、星名家を通じて、旧皇族の北白川宮家と二重の隕石関係にあるので、岩崎家と皇室は世に結ばれていると言える。また、三子の姉、義順の長女、高子は、泉公直に嫁いだが、泉は、三井十一家の一つ、伊沢御家の七代目、当主、三井高弘の次男であり、ここで、三菱と三井という二大企業集団の創業家が、 隕石関係結ばれたことになる。また、岩崎家は、佐竹家を通じて、岩崎豊渡るの実家、豪華とも、隕石関係で結ばれている。岩崎彦谷田の義父、佐竹義人氏は、非全国平戸藩大十二代藩主、松浦仙の四、男として生まれ佐竹安ず家の養子氏となった、松浦仙の三男、すなわち佐竹義人氏の三兄、稲葉正直を、 山城国淀藩十二代目、藩主、稲葉正国の養子氏の三女、栄子が、豊か渡るの末弟、合作を、順蔵の旧男でついたちの時系、聖之助の養子氏となるに読めでいる。すなわち彦、八田の妻と、豊か渡るの弟の妻が十姉妹同士という関係であり、岩崎家と五川二重の隕石関係にあると言える。三菱財閥二代目総帥となりのち、 日本銀行総裁にもなった岩崎矢之助は、早苗夫人、明治の玄君、後藤翔二郎の長女との間に、長男、小谷田、次男、トシヤ、アガラス、現、AGC 創業者、三男、テルヤ、日本における鉄道ファンのパイオニアら三男一女を、設けた。長女、シ子は、松方正義の次男で、外交官の松方翔作に嫁いでいる。 やのすけの長男で、三菱財閥四代目総帥となった、岩崎小谷田は、島津久光、旧薩摩国鹿児島藩、薩摩藩藩主、島津成明の弟の孫、孔子を嫁に取るが、子宝に恵まれなかったため、弟、利市の次女、利子を養女に迎え、さらに元外務大臣、林忠の孫で、三菱モンサント火の社長を務めた忠夫を、婿養子に迎えた。 また、三菱自動車工業常務の岩崎敏夫は、敏明家の婿養子である。キャピタリストの岩崎敏夫は、敏夫の長男で、敏也の孫にあたる。矢之助の三男、照也は桜井ふさの造船学者、桜井昭三、科学者、桜井上二の長兄の次女、隅と結婚しており、桜井上二の長兄の次男栄二郎、ドイツ語学者、慶応義塾大学名誉教授は、 北原白州の長女、高子と結婚している。栄次郎、高子夫妻の長男、徹は一時期、岩崎矢太郎や四代目当主で、子供がいない、岩崎勘也の養子氏となったが、岩崎家の財産等をめぐって意見が対立したことにより、勘也が没する前に、養子縁組を解消した。徹は、三菱商事勤務を経て、ブラジル東山、 農場株式会社取締役社長を務めている。高子の実家、北原家の経緯には、画家の山本かなえ、白州の妹の夫や、同じく画家の村山書いた山本の重帝、タレントの黒柳徹子、徹子の母、黒柳長が、村山の、また十枚に当たるらがいる。また、テルや、隅夫妻の長女、妙子は、第13代騎士和田藩主。 岡部朝食の八王で自重を務めた、岡部朝将に嫁いでいるが、朝将の朝兄、長影、朝食の長男は、加藤孔明、春六歳の長女と結婚しているめ、岸和田藩主家の岡部家は、岩崎八太郎や、岩崎矢之助家の双方と、隕石関係にあると言える。岩崎八太郎の二人の姉妹の突ぎ先及び、重帝の豊川良平、父は、八太郎の母、 庭の2位の家も、三菱開業当時は一門として、同じ家系を成していた。その後それぞれ別家として独立していったが、三菱系企業の養殖を占めるものを排出していった。吉村家は、八太郎の姉、初がついだち、藤岡家は、八太郎の妹、咲がついだち、豊川家は、岩崎八太郎、ウ、之助スケ兄弟の重邸、豊川良平、財界の重鎮。 元三菱銀行頭取、貴族院議員の家である。初とその夫、吉村直重、元土佐藩郷氏の子、かなりは三菱社の社員となった。吉成は、重帝、藤岡正信、藤岡正都佐さ夫妻の長男の長女、鶴子を養女として迎えたが、東海銀行頭取や中央新宅会長を歴任した渡辺義郎に嫁いだため吉郎、鶴子夫妻の三男。 聖三郎が、かなりの養子となり吉村家を継いだ。その後、吉郎を、鶴寺夫妻の六を、進むが、吉村家の養子となり実刑、聖三郎の後を継いだ。先とその後、藤岡正都元と佐藩氏、都佐稲荷神社初大名大臣の間には二男四女が、おり、長男は、三菱鉱山の鉱山長を務めた、藤岡正信、次男は、三菱倉庫の前身。 東京倉庫の副支配人を務めた藤岡次である。娘4人のうち次女は創生したが長女。タ津は、少年、平五郎、福沢諭吉の愛弟子、キリンビールを創業、三菱の最高幹部に突ぎ、三女。奈子は、志村玄太郎、元日本官僚銀行総裁、貴族院議員に突ぎ、四女。茂美は、加賀吉、元東京会場会長、貴族院議員。 国際商業会議所創設日本代表、日本経済人として、初めて米雑誌タイムの表紙になるに嫁いだ。元三菱重工取締役の正殿達也は、正殿、平五郎、タ津夫妻の長男で、三菱重工業常務、新三菱重工業副社長、日本航空機製造社長等を歴任した、正殿泰造は4男、元三菱重工取締役のかがみ公平はいつで、 おば、かがみしとその夫、元吉の養子となる。かがみけんき夫妻には一人娘講子もおり沢田大蔵、元富士宝石専務、大仙派無創業者。長兄は、元外語大学長沢田節蔵。次兄は、元国連大使沢田門さんでその夫人は、沢田美希に嫁ぐ。また志村玄太郎の弟は、渡辺義郎で、妻は鶴子、鶴る 藤岡正信の長女で、吉村吉成の幼女。豊川家は、元来小野生であり小野春也が、豊川良平と改名したことにより豊川家が、誕生し、創業より三菱を助けた。良平の妹、重氏は、近藤連平、元日本優先社長、男爵に嫁いだが、近藤連平、重氏夫妻の長女、坂江は、大久保敏道の子。 大久保敏武公爵の妻、三女、高子は、上杉範明伯爵、旧ヨネザー藩十四代当主の五歳、次男、蓮ンは、か山愛介の長女、康子と結婚し、か山愛介の次女、政子は、終戦連絡中央事務局次長や、貿易庁長官などを歴任した白須二次郎に嫁いだ、ため、岩崎家は、豊川家、近藤屋、 岩崎彦屋田の三女の夫の祖父である、近藤賢治の一族とは、無関係、河山家を通じて、白水家とも、縁続きとなった。また、両平の長男は、初の国産車を開発した、豊川淳也であり、次男、次郎は兄、淳也の事業を手伝い、三男、吉行は、加賀美光一郎、加賀美賢吉の兄、明治生命、日筆元取締役、早稲田大学、 鏡記念材料研究所の用紙となりアルプス、登山世界発ルート、現、鏡ルートを開拓し、いつを、時は、斉藤みのる、元海軍大将、内閣総理大臣、死爵の用紙となった。旧三菱財閥の流れを組む、企業集団、三菱グループと三菱鉛筆の関係については、2019年7月現在、 三菱グループの三菱 UFJ 銀行が三菱鉛筆の19位の大株主である。しかし、岩崎家は高島家を通じて元三菱鉛筆社長家である近藤家と、さらに高島家と隕石関係にある松岡家を通じて現在、三菱鉛筆のオーナーとなっている、寸元家と以下のような隕石関係はある。岩崎彦屋家の三女、美智子は、 日本カーボーニア東洋アサイト宝石、トスコの前身、マサキヤマト鉛筆、三菱鉛筆の前身等の社長を務めた、近藤賢治の孫にあたる高島高之と結婚した。その名、美佐子、高島高之の兄、信之の次女は、鉄工ビルディング取締役、増岡隆一、元増岡組社長、増岡重隆の長男と結婚したが、増岡隆一の重視、マリコ、 政治家、増岡博之の次女が三鉛筆社長、数、原栄一郎にとついでいる。1947年3月14日、内閣総理大臣は持ち株会社整理委員会の上申に基づき、岩崎家の11名を、いわゆる、財閥家族に指定した。対象は、八太郎家からは、久サ彦ヒ高ヤタ、タカ渡る、コウヤ、コウワタの長男。 矢之す家からは、高子、小谷田の妻、てるや、やほ、としやの妻、ただお、としこ、としやの次女で小谷田の幼女、ただおの妻である。持ち株会社整理委員会の集計では、指定時点で11人が保有する、有価証券の総額は1億7730万7000円に、達し、彦谷田、高谷、高や、の3兄弟は、参加企業など8社から12社の役員に、 就任していた。三菱グループの事業ではなく、岩崎家古有の事業として1927年に、ブラジルサンパウロ州、カンピーナス市郊外に、岩崎久屋が3700ヘクタールの土地を購入、東山農場、ポルトガル語では、フェイジンディマンテディエストが創設された。東山は、岩崎ヤ太郎の名名である。この東山農場は、今でも、 岩崎家が運営、コーヒーの栽培や東キリンと呼ばれる日本酒の製造を手掛けている。2008年に日本ブラジル意味を描いた NHK 放送80周年記念ドラマ、春と夏届かなかった手紙の撮影現場でもあり、その施設は今は観光の一環として保存されている。現社長は岩崎英二郎の長男、徹。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。